お待たせいたしました。大変お忙しいところ、菅義偉前総理が菅原一つのために駆けつけていただきました。早速応援演説をよろしくお願いいたします。ご主人様、よろしくお願いいたします。東海駅一丁の皆さん、あいにくの天候にもかかわらず、こうして石川学校のために多くの皆さんにお集まりいただきましたこと、私からも心から熱く御礼申し上げます。皆さんありがとうございます。皆さん、清家駅から選挙会が始まります。野党も目指すさんは、今度のこの選挙は政権選択の選挙だし、こう会見で言ってたし、それだったら立憲民主党、そして共産党を考え協力するとも言ってます。どうした人たちにこの日本を本当に託していいんでしょう。19日の日に北朝鮮がミサイル、弾道ミサイルを発射しました。国連決議違反です。日本のすぐそこには、そうした日本語の効果があることも皆さん事実じゃないでしょうか。北朝鮮のミサイルから国民の命と暮らしを守る。そのことは、私ども自民党、公明党、連立与党で日米同盟の抑止力、そして自衛隊の皆さんの活躍じゃないでしょうか。しかし、核で協力するという共産党はこう言ってます。西米同盟は入ってるって言ってるんです。そして自衛隊は廃止するって言ってるんです。それがそんな方針です。どうしたいことか、国民の命と暮らしを守ることはできない、こう思いますけど、皆さんいかがでしょうか。私自身1年という短い期間ではありましたけれども、よくやったありがとうございます。皆さんのおかげ、国民のために働く内閣として、さまざまな改革を進め、多くの課題に応えてきました。最優先は何といっても新型コロナです。全体像を描くことができない敵との戦いですから、専門家と言われる皆さんからさまざまな考え方を聞き、アメリカ、ヨーロッパ、コロナが対策を先進的に行っている国からさまざまな情報を受けて、緊急事態宣言をやったり、まん延防止措置、こうしたことを行ったり、まさに一進一退のこの対策です。アメリカ、ヨーロッパは皆さん、日本よりはるかに厳しいロックダウン、この国を待ちに行くことを禁止する、そうした厳しい措置をとっても、あのコロナを収束させることは皆さんできなかったんです。このアメリカ、ヨーロッパが一緒にいたのがワクチンだったんじゃないでしょうか。ワクチンの提供を始まって、ずっとの頃は家族や友人と楽しそうに会食をしたり、イベントに参加をしたり、そうした映像が日本にも流れてきたんじゃないでしょうか。そうした状況の中で、私自身、まさにワクチン接種こそが新型コロナ対策の切り札である、このように確信しました。そして国民の皆さんに
少しでも多くの方に一日も早くワクチンを接種する、それが政府の責任だと思ったんです。どうも。そのためには一日100万回接種という高い目標を掲げました。そしてどんなことをしてもこのことをやり遂げる強い決心で臨みました。ワクチンを打つのは各国法的にはそんなことなんですけれども、ありなかったから不正を伺わせて深井の先生方にもお願いしました。協力いただきました。さらに足りなかったから有名に有名に有名に検査技師の皆さんにもお願いをしました。さらには会社には63%、66%、アメリカはもちろんですけども、イギリ
実を超えてしまったのです。日本は世界の中で最もワクチン接種が進んでいる国の一つであるという評価を得ていることも皆さん事実ではないでしょうか。そしてワクチン接種だけでなくて治療薬も皆さん目覚ましく効く治療薬が開発されているんです。東京都で520人の人に感染した人に定期的に行ったら 95% の人がほぼ回復したし、そんなに意味がいい薬であれば、それは入院で点滴するんじゃなくて外来でも在宅でもいいんじゃないかということで、今そうしたか皆さんにとって手軽にできるような仕組みにして、そして飲み薬、経口薬といわれる、今年中にはアメリカで承認をされるんじゃないかとも言われます。そうなると思います。そうなったら、日本は反発言えずに対応することができるような、そうしたことも常に行っております。まさに、こうした武器を金ねこたえることができているということを皆さんに報告をさせていただきたいと思います。そしてこうした状況がありますので、新型コロナのウイルスに警戒をしながら飲食店、さらに様々な催し物、こうした人たちは段階的に緩和をしていくことになっています。25日からこの埼玉県をはじめ首都圏でも緩和をするということがすでに発表をされております。日本にもかつてのように安全安心、そして賑わいのある日常を取り戻すことのできるところまでもう来たんじゃないでしょうか。今日は本日全力で取り組んでまいります。そして私は長年にわたって課題とされてきた、国民にとって当たり前やらなきゃならないものについては全力で取り組んで結果を出してきたと思っています。一つを出したと思います。一つは地球温暖化対策、国民の皆さんはもちろんですけども、やっても経済界もまさに脱炭素の時代、そう思いながらもう一歩踏み出すことができなかった。最初の国会の演説で2050年カーボンニュートラル宣言をしました。そこから多くの皆さん変わり始めたんじゃないでしょうか。脱炭素社会というのは経済の制約じゃない、まさに雇用や投資を呼び込むための成長戦略の柱といったんです。もう一つがデジタル庁の方針です。これからはデジタルの時代だと言われていたしたんですけども、しかし実際は国も地方も地域がみんなバラバラだったんです。こうしたものを統一をする、そのための責任ある役所さえなかったんです。ですから原発庁も1年でしたけども、このスピードで創設をいたしました。まさにフリーデジタルという中で日本の成長戦略に私は元気になる、このように思っています。そしてまさに国民から見ておかしいということを2つ説明をさせてください。1つは携帯電話料金、国民の皆さんの
大事な電波ですから、これコンビニの電波ですから、皆さんの電波です。この提供を受けて、大手3社が全く競争しないで、破綻状況をずらーっと続けてきて、結果的には日本の携帯電話料金は、世界でも最も高いところに引き入れられてる。皆さんの家庭の人に育ったんです。それはどう考えてもおかしい。また、連立政権与党のコメントから、青年局の人たちが、携帯電話の料金がおかしい、政府として値下げをすべきだ、取り組むべきだという、要望書を本当に表明をしたものをもらいました。北川さんに大変お世話になったんです。ここに問題点があったら全部調べてもらったんです。どうして法律改正したんですか。そうしたことを踏まえて競争できる環境を整備しました。そうしたら結局どうでしょう。皆さん、大手三社もようやく思い越し上げて競争を始めました。そうしたところ1年間で家計の負担が4500億円減るということになったということです。携帯電話料金というのはそれぐらい高かったんです。家計は大変だったんです。もう一つ少子化対策です。不妊治療は非常にお金が高い。そして所得制限があって子供が誕生してもなかなか不妊治療までいかない。そうしたいろんな方の現実的な相談を受けています。これもやはり公明党の人たちがこんなに署名をして私のところへ不妊治療公示にもっと負担する気である、こうした事情をしまいて、当時戦後のベビーブームの時、日本は260万人ぐらい子供が1年間生まれたんです。昨今は90万人を切ってますから、まさにこれは深刻な状況であります。そうした問題であるから、思い切ってスピードを持って対応しようということで、今年1月に遡って、政策を大幅に拡充いたしました。そして所得制限を撤廃をいたしました。そして来年4月からは、保険適用に向けて、段取りを取ってもらってます。大丈夫でしょうか。一緒にこうしたことを行ってきている。まさに国民から見にして当たり前でないことっていうのはまだ世の中にたくさんあると思います。そうしたことを取り上げて一つ一つ解決していく、そのことがこの自民公明公明自民に課せられた皆さん使命ではないでしょうか。どうぞ政権選択と言われるこの選挙戦で国民の皆さんの命と暮らしを守る政権はどちらかというと、そうしたことを申し上げるまでもなく選挙で決着するわけです。ここはまさに1対1の選挙ですから、北川さんと立憲民主党、共産党の応援をしてもらっているそこの選挙で何としても力田ひとしを勝たせてください。選挙はこれからです。お集まりをいただいた皆さんが一人でも多くの方に北川ひとしとその輪を広げていただきますことを心からお願いをいたしまして、代表からの挨拶といたします。皆さんありがとうございました。どうぞ北川最後までよろしくお願い申し上げます。皆さん、大きな拍手をよろしくお願いいたします。
それでは本日ご参加いただきました皆様と川崎市の本締め合成を目指す決勝を飛ばしていただきたいと思います。決起を飛ばすのはセンターホールで本日のお願いいたします。ご紹介いただきました自民党総括支部事務局の茂木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。選挙戦も終盤に差し掛かりました。残り9日間川田候補が全力で走り抜け内閣副大臣として国政の場へ送るべく決意を飛ばしたいと思います。コロナ対策として1回のみの発言となりますので皆様心一つにどうぞよろしくお願いいたします。私が活動と言いましたら皆さんも続いて活動を1回だけお願いいたします。それではよろしいでしょうか。力一つ絶対に勝つぞ。どうもありがとうございました。森様ありがとうございました。それでは最後最後に石川崎市絶対本部本部長代行中山健一様より正解の質問させていただきます。中山健一様よろしくお願いいたします。この雨の中、大勢の皆さんにご参加いただきまして、本当にありがとうございました。先ほど来、川田副市長も衆議院選挙、過去の3年間の3期分の話、これからの展望の話、